短時間で高収入などと謳い犯罪に加担させる闇バイト、若者たちが特殊詐欺などに関わるきっかけとなっています。今日、新潟市の高校生が闇バイト島宣言を行い、その怖さを学びました。闇バイト島宣言。闇バイト島宣言式が行われたのは新潟市南区の白根高校です。全校生徒160人が警察から闇バイトの怖さを学びました。皆さんにとって闇バイトは一番捕まるリスクの大きいものを犯罪グループは闇バイト、裏バイトと言って皆さんにやらせます。今、闇バイトをきっかけにして若者が特殊詐欺に関与するケースが相次いでいます。県内では去年特殊詐欺の被害総額が5億円を超えていて、中には県外の高校生が逮捕される事件もありました。ネットで闇バイトの広告があったら絶対に見ないこととか、友達とかがそういうのを目にしたりしたら積極的に断る言葉をかけたいなと思いました。警察は闇バイトの怖さを周囲に伝えてほしいと呼びかけていました。